俺が行く。まあ、ライダーはライダーの思い出がありますんで、まあ、今回このブレイザーとして、まあ、蛭間玄斗として、うん、今までないものっていうこともありますし、何か新しい何か痕跡を残さないといけないというか、爪痕じゃないですけど、皆さんにはどこかこう心に伝わるものになればいいなという思いだけで、そうですね、今作品取り組んでるというところでしょうか。僕自身も今回舞台の隊長としてみんなを率いて対怪獣と戦わねばならないという状況なので、まあ、全く状況が違うので、まあ、この作品はこの作品の中でしっかり全うできるように取り組んでるところですね。あの時僕靴を買ったんですよ。でその靴の名前を知らなくて、あ、これいいなと思って買った靴を履いて会場に行ったんですね。オーディション会場に行ったんですね。結局そのオーディションに受かることができて、今回ウルトラマンブレイザーということで、まあ、蛭間玄斗ということでやってお願いしますということで、ありがとうございますということだったんですけど、その何日かした後に、あの僕奥さんが、そういえばこの間買った靴の名前あれブレイザーって言うんだってっていうところで、えって、そもそもタイトル知らなかったんです、そのオーディションに行ってる時っていうのは。で僕がその靴を買った数日前に僕は奥さんの靴も買ってたんですよ。これいいよねって言って買ってあげたもので、自分がいいなと思って買ったものが同じ名前だったんですよ、2足とも。でそれはどっちもブレイザーって言うんですよ。だからその会話になった時に、あ、これはもうなんか運命的なものなんだなって。だってタイトル一切明かされてないですから、オーディション段階って。なんか変なご縁というか奇跡的な出会いというかありましたね。ブレイザー決まりましたって会社から連絡が来た時に、妻子持ち、まあ、所帯持ちね、奥さんと子供いますってなって、この情報解禁になった時に、もしかしたら誰かが、あれでもこの主人公の人って結婚してないじゃんって、なんかもしかしたら思うかなってちょっと怖いなって思ったんですよ。自分は実際もう結婚していたんだけども、まあそのこのコロナ、まあ感染症というかコロナの影響でちょっとそういった個人的なハッピーなニュースっていうのは、なんか公にするのはどうかなって思っていたんです。やっぱそれでたくさんあのなか、ね、困った方だったりっていうのもありますし、だけどもブレイザーが僕に降りてきてくれたおかげで、なんかいいよ出してもいいんだよって言ってくれたようななんか気がしたんですよ、うん。だ結婚してるイコール玄斗と僕を同じような目線で見てくれる視聴者が増えればいいなとかってちょっと思っていたので、でもね、いろいろな都合で言い出せなくて、でも降りてきてくれたおかげで、あ、言ってもいいのかなって思ったんですよ。このブレイザーにクランクインする前に、そのまあ自分が実家にいた時ってあまりそのがっつりとウルトラマンと触れ合う機会っていうのはあまりなかったもので、では近年流れていた作品はどういうものなのかなって思ったので、まあ一気見じゃないにしろだいぶ時間をかけて過去作品というものを振り返ってみたわけです。するとそこにはその作品ごとにやっぱりテーマやメッセージ性が あるんだけども、このブレイザーの台本を見た時にちょっとウルトラマンのような感じがしないなって思ったんですね。ウルトラマンの台本じゃないような気がするって、で個人的に面白いと思ったんですよ。何かウルトラマン感がないけども、みんなのバックボーンというか、まあ、ゲントの考えてることだったり、その世界観だったり、ウルトラマンという存在をどう扱ってるかっていうことが、あの1話にはすごく込められている。裏設定がどうやらあるらしいんですよ、ブレイザー自身の。この部分、このフォルムは何なんだとか、ここに組み込まれてるのは何なんだって。で僕はそれを現場で初めて何も知らない状態でいきなりボンって見ちゃった出くわしたので、現場でまず感動、素直に感動したことだけど、後からそういったこれはこういう理由があってこれがあるんですよとかっていう話を聞いた時に、
感動しましたね。さらにそのブレイザーをさらに愛するようになりました、ね、もし自分が例えばどっか街中歩いて公園に散歩に行った時に、あ、隊長だってもしなるんだったら、あ、やっぱりウルトラマンってそれだけ影響あるんだなっていうのは、なんでそう言ったかっていうと、僕その別な作品では特にそれがなかったんですよ。っていうのは、まあ、正義悪で言ったらどっちかというと悪側なんで、だからそれで、あ、隊長だって言って近寄ってきてくれる人いたら俺嬉しいですけどね。話しかけられるってどういう感じなんだろうって、僕だから経験がないんで、そういった意味ではちょっと未知の世界ですね。オンエアが始まってからどういうふうに、たまたまどっか公園とか街中で会った子供たちはどういう反応するのかなっていう、認識するのかな、しないんじゃないかな、会ってみたらすげえでかいみたいな、ウルトラマンブレイザー、昼間ゲント役わらびの友也、私が、今回ウルトラマンブレイザーの世界を、引っ張って皆さんの心に残る作品を作りたいという一心で、現場取り組んでまいりました。ぜひ最後までご期待ください。俺が行く。